はいどうも、ミニマリストのたけるです。今日もですね、ゆるくお話をしていきたいと思いますので、ぜひラジオ感覚でながら聞きで聞いてください。今日の動画のテーマは、捨てられない人はこうすれば捨てられるという対処法を15個ご紹介させていただきたいと思います。僕のチャンネルではね、片付けだったりミニマリスト生活のことだったりとか、まあ、いろんなカテゴリーの発信をしてるんですけども、まあ、その中でもよく皆様から届くのは片付けの悩みですね。片付け始めましたっていうね、お声とかもいただくんですけど、なかなか手放せません、捨てられません、片付けが進みません、片付け停滞期ですっていうお悩みをよくいただきます。でそんな方に向けてですね、もし僕が同じような状況だったらどうするかっていう対処法ですね。捨てられない人に向けてこうすれば捨てられるよっていう対処法を15個ピックアップしましたので、ぜひ片付け初心者の方だったり、今停滞中の方だったりとか、もっともっと不要なものを手放してお部屋をすっきりさせたい方だったりは、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速一つ目から参ります。捨てられない人はこうすれば捨てられる、一つ目の対処法は、半径1メートルの範囲で始めるということです。つまりどういうことかというのですね、やっぱり片付けが苦手な方とか、なんか捨てられるものが見つからない、何から捨てればいいのって悩んでる方は、もう目の前のものから捨ててほしいんですよ。でやっぱり片付け初心者の方とか、もう物が多い方っていうのは、もう遠い方を見がちなんですよね。お部屋をざーっと見渡した時に足元を見てないと。でやっぱり片付けの本当に本当に最初のステップっていうのは、もう目の前にあるゴミから捨てることなんですよ。でもそのゴミがわからないっていうパターンもあるじゃないですか。そんな時は半径1メートルの範囲でバッと見渡して、でそこにいくつか物があると思うので、じゃあその物をちょっとね、持ち上げて、これは本当に今使ってるかな、使わなくても生活に支障出ないかな、手放してしまっても何ら不自由ないかなっていうところで、目の前のものと一個一個を向き合っていけばいいのかなと思います。で半径1メートル以内のものを全部手放せっていうわけではなくて、まあ、全部残すとかでもいいです。片付けっていうのは、要は一個一個と向き合って、必要なものとそうでないものをふるい分けすることなので、まず最初は本当に目の前の足元にあるものから始めれば僕はいいのかなと思います。別に洋服から片付けようが、テーブルの上から片付けようが、財布の中、カバンの中から片付けようが、一応ね、その片付け本とか片付けのコンテンツで、なんかここから片付けた方がいいよ、何から減らした方がいいよっていうのはありますけど、まあ本当にそれは片付けの方法っていうのは、いろんなやり方があって、で合う合わないも一人一人違うので、ぜひね、なかなか片付けられない停滞中の方は、本当に目の前の足元からね、半径1メートル以内から始めてみてください。それでは続いて2つ目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる、2つ目の対処法は、一目でゴミと分かるものから捨て始めるということです。これはですね、もう皆さん嫌ってほど聞いたことあると思います。もう本当に片付けの初歩の初歩はですね、もうゴミから捨てようと。で、できればその半径1メートル以内のね、目の前のもの、足元のものから見極めていくっていうのが大事なんですけども、まあ、そこが終わった人はですね、次のステージとして、まあ、その範囲をですね、2メートル、半径2メートル、3メートル、5メートルっていうふうに徐々にね、その範囲を広げていってほしいんですけども、ね、その範囲の中でもう一目でパッとゴミっていう分かるものもあるじゃないですか。例えばお菓子のゴミだったりとか、ペットボトルだったりとか、あとは宅配便の、まあなんか郵便物とか段ボールとか、あとは何でしょうね、レシートとかチラシとか、飴のゴミとか、何か壊れたもの、故障したものなどなど、もう明らかにパッと見てゴミっていうものも、ミニマリストの僕ですらやっぱりたまに出てくるんですよ。ゴミをその場で処分しない、そんな多くはないですけど、たまに捨て忘れとかもあるので、まあ、そういったところからね、やっぱ始めるのはありなんじゃないかなって思います。でもし足元とか、まあ、半径3メートルから5メートルぐらいの範囲に、まあ、パッと見ゴミがありませんっていう方もいらっしゃると思います。でそんな方はゴミがありそうなところを探ってみる、宝探し感覚でゴミ探しをしてみてください。家路を探索してもいいし、あ、この辺ちょっと多分ゴミたくさん出てきそうだな、捨てられそうなものがたくさんありそうだなっていうところから始めるのも全然 OK です。続いて3つ目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる、3つ目の対処法は、
最初の1個捨ててみるということです。これはなぜかというとですね、例えば洋服だったら洋服、化粧品だったら化粧品、コレクションだったらコレクションで、やっぱ増えやすいものとか皆さんが好きなものってあるじゃないですか。好きで買ってきたものってありますよね。で、やっぱりそういった類のものってなかなかその先の一歩が踏み出せないんですよ。捨てるっていう行為にまで至らないことが多いんですね。で、じゃあそんな時どうすればいいのかっていうと、まあもちろんね、前提として無理して捨てる必要はないとは思うんですけども、じゃあその片付けの時に目の前の洋服だったら洋服、化粧品だったら化粧品で何か一個でも捨てられるものはないかなっていうふうに考えて、ふるいがけしてみてほしいんですよ。で、当然その何か一個捨てられるものはないかなって考えて捨てなくてもいいです。捨てなくてもいいんですけど、仮にじゃあその中からたくさんある、例えば服だったら服で、服の中から一個手放すとしたらどれが捨てられるかなって考えると、意外に全ての洋服の優先順位がついて、あ、これ1年着てないなとか、これ別に買ったけどお気に入りじゃないな、着てみたけど色が微妙だった、体型に合わなかった、例えば家族とかパートナーから不評だったとか、ちょっと着るのが恥ずかしかったとか、なんかそういういらない理由とか、なくてもいい理由っていうのが思い浮かぶこともあります。なので数が多くてなかなかそのね、1個2個手放す勇気が出ないと、捨てられるものが見つからないっていう方は特に、じゃあ最初何か1個手放せるものはないかっていうふうに考えると、意外に最初の1個手放せて、で1個手放せるともう雪崩のようにバババババッと捨てられる方とかもいらっしゃいますので、まず最初の1個勇気出して手放せるものなくてもいいものを見つけてみてください。意外にね、あのコレクションなんかは結構ミニマリストさんのお話聞いてると、1個手放せるだけでもう、なんだろう、そのコレクションの価値を失うわけじゃないけど、今まで頑張ってコレクションしてきた中で1個手放すと、なんか意外にもう他のも手放せたっていう話ってよく聞くんですよ。で、それの原理を他のものでも応用すると、あ、結構手放せるじゃんって思ったので、ぜひ皆さんもですね、参考に、片付け停滞中の方とか、あとは他に捨てるものがないよって悩んでる方とか、片付け初心者で何から捨てていいのかわからないっていう方は、何かカテゴリーを決めてね、何か1個でも手放せるものがないか探してみてください。最初の1個手放せるだけでも片付けがはかどります。続いて4つ目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる対処法。4つ目は、ぐちゃぐちゃに保管されているものは手放すということです。昔の僕のお部屋で言うと、机の中の引き出しだったりとか、もう何でもボックスだったり、あとキッチン下収納とか、カトラリー系の収納とかもごちゃごちゃしてたし、あとは本棚ですかね、本棚にも本だけじゃなくて、まあ、例えば書類だったりプリントだったり置物記念品とか、もうありとあらゆるものが詰め込まれてたんですよ。で、まあ、皆さんね、この動画をご覧になられてるということはですね、少なからずすっきりしたお部屋に興味があり、物を減らしたくて、で、なんなら物を減らした上でとにかく人生を変えたいっていう人もいらっしゃると思うんですね。だからこそ捨てられない人はですね、この4つ目に挙げたぐちゃぐちゃに保管されている場所を片付けてほしいんですよ。やっぱりそこって、臭いものには蓋をするでしたっけ。なんか嫌な部分とか自分が触れたくないところってやっぱり目をそらしがちなんですよね、人間って。だからいずれはそこに向き合わなきゃいけないわけですよ。なのでやっぱりその片付けていい場所がわからないとか、捨てていいものがわからないとか、どこから手をつけていいのかわからないって悩んでる方はですね、もうとにかくぐちゃぐちゃに保管されてる場所を見つけて、そこから手をつける、そこから片付け始めるっていうのがおすすめですね。で、この時に気をつけてほしいというか、まあ、片付けのポイントなんですけど、あくまで僕だったらですよ、今のミニマリストとしての僕だったら一旦全出しします。もちろんどの量かにもよるけど、まあね、ちっちゃい収納だったら一旦全部出して収納されてるものを、で多分使ってるものって本当に1割ぐらいだと思います。100個あって10個ぐらいは必要なものかもしれないけど、大体がもう埋もれてて、底の方にあったり奥の方にあっても存在に扱われてると思うので、ほぼほぼノールックで捨ててもいいのかなと、まあ、僕だったらノールックで捨てるなと思います。もちろんその中には重要なものとか大切にしたいものもあると思いますので、まあ、ノールックでできない方がほとんどだとは思うんですけども、まあ、一個一個ちゃんと向き合ってね、普段
それこそ直近1ヶ月ないし3ヶ月半年1年と、まあその期限は皆さんにお任せしますけど、ちゃんと期限を決めて基準を決めて、でその基準に当てはまるものは残してもいいし、当てはまらないものは極力手放す、もし難しかったら保管ボックスに保留するっていうのがいいのかなと思います。そう、ここでポイントなのは、あらかじめその蓋を開ける前に、収納を開ける前にちゃんと基準を決めるってことですね。開ける前に、まあ大体どういうものが入ってるのか分かると思います。まあ文具系かなとか何でもボックスかなとか分かると思うので、じゃあ私は僕はこの中にあるものを一個一個確認して、3ヶ月以内に使ったものは残そうって決めるとか、もちろん例外はあると思いますけど、もしくはノールックで捨てようってもう決断するとかね、まあ、そんな風にやると片付けはだいぶはかどると思いますので、ぜひね、もうパッと皆さんが思いついた場所、ぐちゃぐちゃに保管されてるなって心当たりある場所あると思います。ですのでぜひそこから手放してみましょう。続いて5つ目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。5つ目の対処法は、まあ、さっきの4つ目と近しいんですけども、雪崩が起きそうな場所を見直すということです。収納の開け閉めをするたびに雪崩が起きそうないし、もう起きていた場所とかもあると思うんですよね。例えば高いところのね、収納開けた時に上からバババッとお菓子とか食材が降ってきたとか、タオルとかが倒れてきたとか、まあ昔の僕もあったんですけども、やっぱりそこは見直しポイントだと思います。そもそも収納の役割を果たしてないじゃないですか、雪崩が起きるっていうことは。詰め込みすぎだし、収納の仕方が良くないと、おそらく積み上げ収納になってると思うんですよね。でも多くのミニマリストさんは積み上げるのではなくて、立てて収納してたりとか、なんならまあ一つね、ボックスを用意してそこに綺麗に整理整頓して収納することが多いので、雪崩が起きないんですよ。だからどこから片付けていいのかわからないと、何を捨てていいのかわからないっていう方はですね、ぜひ雪崩が起きそうな場所ないし起きた場所を見直すようにしてみてください。もっと掘り下げて言うと、まあ、積み上げ収納されている場所ですね。そして、まあ、ぐちゃぐちゃに保管されている場所が雪崩が起きやすいと思います。続いて6つ目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。6つ目の対処法は、収納や保管に段ボールとか缶とか袋は使わないということです。つまり段ボールとか缶とか袋を収納にしている場合は、できれば全部撤去してください。全部捨てられるように行動してみてほしいなと思います。ちょっとね、鬼のように聞こえるかもしれないですけど、ちゃんと理由を説明しますと、なぜこれが良くないのかっていうと、段ボールとか缶とか袋って無限増殖するじゃないですか。で、それを収納にするっていうことはですね、そういう段ボールとか缶とか袋とかっていうのは、なんかもう自分の意思とは反して永遠に無限に入ってくるものだから、あ、またいつかこのね、今入ってきた段ボールとか缶とか袋をいずれまた収納で使うかもしれないっていうふうに取っとくことにつながっちゃうんですよ。で、こんな風にして、例えばね、段ボールとかもゴミなのに捨てられないとか、缶とかも何かに使うからと思って何十缶もね、保管してあるとか、袋とかも人にプレゼントするようでとか、何かゴミが出た時に捨てるようでとか、収納するようでっていう理由で何十枚も残してある方が実際にいました、お部屋の出張片付けで。でもぶっちゃけそれって使わないんですよ。使ったとしても物の数個なんですよね。だからミニマリスト的には、そもそも段ボールとか缶とか袋っていうのは保管とか収納に使ってはいけないと思います。せめてゴミ用で、ゴミ袋用として、まあ、紙袋とか段ボールとか、まあ、保留ボックスとしてね、段ボール残しと1個残しておくのはありなのかもしれないけど、基本的に袋とか缶とか段ボールっていうのはなんか梱包したりとか保存したりするようですよね。あとは買い物した後の袋だったらその商品を運ぶようで、それが目的じゃないですか。で、それを目的を果たした後は、まあゴミって言ったらちょっとね、言葉が悪いかもしれないけど、本来は捨てるべきなんですよ。手放すべきなんですよ。手放さないにしても保管するにしても数個だけにするべきだと僕は思うので、まあ、結論何が言いたいのかっていうと、もし皆さんのご家庭でなんか収納のためにとか保管のためにとか、あといつか収納とか保管で使えそうとかで残してある段ボール缶とか袋とか紙袋とかはできる限り手放していただいて、ちょっとお金はかかりますけど、しっかりとした収納を買いましょう。もうね、このチャンネル見てるってことは、おそらくシンプルな暮らし、おしゃれなお部屋にしたいっていうことだと思うんですよね。
じゃなかったら多分僕のこう長い動画見てないと思います。だからこそこれを機に無印良品とかでなんかシンプルな白いボックス買うとか、それこそインスタグラムとか、まあ YouTube のコンテンツとかをバーッと見漁って、おしゃれなお部屋の人のどんな収納を使ってるのかなっていうのをリサーチしてピンときた収納を買う。で、できれば色とかデザインは統一した方がいいです。お店とかブランドとかも。それでまたなんか色違いとかデザイン大きさが違うとかってなっちゃうと、またその収納捨てることになっちゃうので、その辺はね、気をつけてみてください。結構ね、やっぱ物が増えがちな方、なかなか捨てられない片付け初心者の方はですね、段ボール、缶、袋をね、収納保管に使ってるケースが結構多いので、ぜひね、これを機に見直してみましょう。続いて7つ目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。7つ目の対処法は、出し入れしにくい収納を見直すということです。具体的に言うと、まあ備え付けの収納があるじゃないですか。で、その中に何かしらのボックスで仕切りをして収納してあると思うんですよね。何か使うときにその収納を引き出して、物を出して、で、しまって扉を、その備え付けの扉を閉めるみたいな感じだと思うんですよ。で、その時に、そもそも収納自体が出し入れしにくいっていうのは良くないことだと思うんですよね。おそらく皆さんもプチストレスを感じてると思います。その収納自体が大きすぎて出せない、入れられないとか、なんか出そうとした時に何か、なんか柱とかに引っかかっちゃうとか、別のものに引っかかっちゃうとかっていうのは極力なくした方がいいというところで、ぜひね、収納自体も見直してみましょう。収納自体が大きすぎるかもしれないし、他のものが邪魔してるかもしれないし、あとはその収納のキャパをオーバーしてもうパンパンに収納が膨れ上がってるとか山積みになってるとかってパターンはもあるので、まあ、中身を見直すことは大前提なんですけども、そもそも収納が皆さんの家に合ってないのかもしれないので、ぜひここで出し入れがしにくい収納を見直してみてください。もう本当にね、ミニマリスト的に言うと、そもそも収納法で悩まされるのって人生においてもったいないと思うんですよね。もう最終的な極論ですけども、本当に徹底的に物を減らして、生活必需品プラス、まあ、プラスアルファでなんかちょっと自分の人生を楽しむためのものをいくつか用意すれば、本当に最低限のものだけで暮らせば、そもそも収納ってそんなに多くなくても暮らせるわけですよ。だけど、買っては溜め込んで、買っては溜め込んで、そして捨てないっていうのを繰り返してしまうと、どん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 収納が増えちゃって何かに引っかかる、出し入れしにくい。で、さっきの話で言うと、ぐちゃぐちゃに保管されたりとか、雪崩が起きてしまったりとか、まあ、そういう事態につながってしまうわけです。そうすると、なんかいい収納法ないかな、どうすればこの大量のものをしまえて綺麗に見せられるだろうかっていうところで、まあ、整理収納とかシンデレラフィットとか、デッドスペースを生かすとか、なんか100均グッズを使ってみたいな収納法を学ばなきゃいけない。そこに時間を費やさなきゃいけないし、また余計にお金かかったりとか。で、まだまだ物を買うわけだから、あ、今の収納法は合わないから、もっと別の収納を学ばなきゃ、みたいな感じで無限ループに陥るから、それって良くないですよね。もう減らしましょうと。収納自体に悩まされることをもうやめてほしいので、ぜひね、物を減らしてほしいし、収納自体も見直して、極力小さくコンパクトなものを選ぶ。で、なんなら色とかデザインとかも統一させて、見た目をシンプルにするのがすごく大事だと思います。正直、ミニマリストになってから収納で悩んだことがないし、YouTube とか Instagram とかでなんか収納法とか整理術、整理整頓術みたいなものを見たことないんですよ。なぜなら必要ないからですね。ぜひ皆さんにもそこに時間とか労力を割いてほしくないので、コツコツとね、見直してみてください、収納を。では8つ目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。8つ目の対処法は、ちょっとハードルが高いんですけど、迷ったら手放すようにしてみてください。なぜかというと、これね、聞いたことあると思うんですけど、そもそも必要なものは迷わないんですよ。僕が例えばスマホを手放せって言われても、いや絶対必要だからってすぐ即答するんですよね。例えばこの今使ってるノートを手放せばいいじゃんって言われる方もいるかもしれないですけど、いや今撮影で使ってるから捨てられませんっていうふうに即答できるわけですよ。でも悩むってことは、捨てられもするし残したい気持ちもあるしっていう葛藤だと思うんですよね。だから手放す余地はあるわけですよ、可能性は。
でもその時になかなか手放せない人っていうのは残す理由、残したい理由ばっかり考えて、念のための保身っていうのかな、わかんないけど、万が一の時を避けるために残すっていう選択を取ると思うんですよね。でも本当に物を少なくすっきり暮らしてる方っていうのは 1% でもって言ったらちょっと大げさだけども、少しでも手放してもいい可能性があるのであれば、じゃあ手放したらどんな恩恵があるかな、手放したらどんなデメリットがありそうかなっていうのを考えて、で、まあ、いろいろ天秤かけて、手放しても問題なさそうだな、生活が不便ならないだろうな、生活満足度下がらないだろうなってなったら、まあ、手放すみたいな感じでやってるんですね。で結構ね、いろんなミニマリストさんに話聞いてますけど、迷ったら手放すをして、実際買い戻したものとか、まあ、後悔したものありますかって聞いても、ほぼほぼないって答えるんですよ。でほぼほぼって答えたのもなぜかというとですね、まあ実際買い直したものとか、ちょっとあれ手放して後悔だったなっていうものもちらほらあるんですけど、でも買い直した時はいい勉強代だったっていうふうに前向きに捉えてるし、あれ手放したけど今度から気をつけようと思えたとか、まあ、実際なくてもよかったんだけど、まあ例えば思い出を大事にしようって思えた、学べたとかっていうふうに皆さん前向きになってるから、結構ね、この迷ったら手放す手法っていうのはかなりおすすめです。で、捨てないにしても保留ボックスで一旦保管するとかでもいいと思います。いきなりゴミ袋はしんどいと思うので最初はね。なので片付けるときはシンプルに、もう迷ったものは捨てようって決めてから片付け始めると、結構バッサバッサ入れ、あのゴミ袋とか保管ボックスに入れられると思うので、物は試しでやってみてください。続いて9つ目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。9個目の対処法は、片付け系の動画やミニマリスト系の動画を繰り返し見るということです。これでも皆さん実践されてるかと思いますが、結構ね、いろんなミニマリストさんにインタビューすると、結構ねこの対処法をしてる方多かったですね。片付け系の動画を繰り返し見たりとか、ミニマリスト系の動画を繰り返し見てたら片付けがはかどったりとか、いろんな気づきがあって、あ、これ捨てられるんだっていうところから片付けたりっていう風に言ってたので、ぜひ皆さんもしてない方はですね、いろんな片付け系のコンテンツあると思いますし、今やいろんなミニマリストさんが発信してますので、 YouTube でもインスタでも Twitter でも、ぜひ好きな方のコンテンツを繰り返し何回も何回も見ていけば、かなり物は減らせると思います。で、その生活の魅力にも気づけると思いますので、皆さんのモチベーションを上げてくれたりとか、皆さんがなぜ片付けたいのか、なぜ片付けるべきなのかっていうのに、まあ、腑に落ちてですね、片付けがはかどること間違いなしですので、ぜひやってみてください。続いて10個目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。10個目の対処法は、隙間時間の5分で片付けるということです。どうしても時間がない、だから片付けができないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。以前も動画で言いましたけど、家事に仕事に育児にもうどうしてもそっちが優先になっちゃって片付けどころじゃないっていう方もいらっしゃると思います。でもちょっときつい言い方になるかもしれないですけど、それは言い訳で、そもそも物が多いから時間がないんですよねってなっちゃうわけですよ、ミニマリストから見ればね。でも現にいたんですよ。今ではミニマリストだけど昔はそうだったと。家事に仕事に育児に忙しくても片付けどころじゃなかったと。でも本心としては片付けたい。じゃあその人はどうしたかっていうと、1日10分毎日休まずにコツコツと片付けたっておっしゃったんですね。で、数年かけて今や3人家族だか4人家族だかちょっと忘れましたけども、ミニマリストのお部屋になったんですよね。やっぱ片付けとか断捨離とかってチリツモだから、ぜひね、時間がなくてもう片付けどころじゃないと、育児に家事に仕事に忙しくてもう片付ける余裕がないっていう方は、まあ、毎日じゃなくてもいいから、2日に1回でも3日に1回でも1週間に1回でもいいからですね、隙間時間を見つけては5分間だけでも10分間だけでも片付けをしましょう。5分10分に言い訳すると、多分片付け以外にも言い訳しちゃいますよね。で、何でももう後回しになっちゃうと、皆さんがやりたいこととかやめたいことがあったとしても全部言い訳して後回しってなっちゃうから、言い訳しないためにも、好きなことやりたいことを後回ししないためにも、まずは環境を整える、で片付けっていうものに対して向き合って、そこはもう直近の課題としてね、皆さんの問題としてしっかりと向き合うっていうのは僕は大事なんじゃないかなと思います。で、環境が整えばどんどん言い訳が減っていくし、まあ、時間もお金も余裕が出てくるし、そもそも自信がつきますよね。やらなきゃいけないことに向き合ってお部屋がすっきりしたっていう、
で準備は整ったわけだから、そこから皆さんがやりたいように生きたいように生きればいいし、なので言い訳せず隙間時間の5分で片付けをしてみてください。続いて11個目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。11個目の対処法は、片付けを運動ダイエットだと思ってやってみるということです。どうしても片付けに対して後ろ向きというかネガティブな印象をお持ちの方っていらっしゃると思うんですよ。めんどくさいし、時間をかかるし、体力が奪われるし。そんな方はですね、ちょっとでも前向きになる方法を考えてほしいんですよ。で、僕のチャンネルでは女性がね、7割8割ご覧いただいてますので、まあ、何かいい方法ないかなって考えた時に、まあ、片付け運動になるとかダイエットになるとかだったら意外に頑張れるんじゃないかなと思って、今回ちょっとご紹介させていただきました。結構ね、片付けって当然疲れるんですけども、でも疲れるってことはその分体力を使ってるわけですし、カロリー消耗してるんですよ。頭も使うし、例えば何往復もね、家の中で移動したりとか、家からゴミステーションに行くまでのね、往復をしたりとか、重いものを持ち上げたりとか、上のものを下ろしたりとか、逆に上のものを取るために上がったりとか、いろんな運動をするわけですよ。もう全身運動なんですよね。で、実際に片付けを半年、1年と繰り返していったら痩せたっていう方もいます。まあ、当然片付けの延長線上で食生活を整えたりとか、実際ジムに通って運動したりっていうのはあると思うんですけども、まあ当然お部屋が整えば食生活とか、まあ健康意識が高まって運動習慣が身についたり、まあ僕もそうなんですけど、やっぱ健康意識高まるから、で僕も痩せてきてるし、あの筋肉もつけながら体脂肪を減らしてきてるし、結構ミニマリストさんで痩せてる人多いですよね。多分それって、まあ、片付けによって、お部屋が片付いたことによって、まあ、無駄なものが削ぎ落とされて、何が無駄で何が必要かも取捨選択できて、当然ね、無駄なものをあえて取ることもあるけど、食生活も整えつつ、自分にとって大事な習慣を取り入れつつ、逆に悪習慣になるものは手放すみたいな、その取捨選択が上手くなるから、だから結果的にダイエットになるんじゃないかなと僕は思います。なので、まあ、ちょっと話はそれましたけど、片付けに対してどうしてもマイナスになってしまって気分が落ちちゃうと、片付ける前にどうしても気がめいってしまうっていう方は、もうこれはダイエットだと思って、片付けじゃない、もう自分は運動不足だから、運動するためにもダイエットするためにもぜひ片付けっていうツールを使ってやってみてほしいなと思います。続いて12個目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。12個目の対処法は、大好きな動画や BGM をかけながら片付けるっていうことですね。これ実際昔僕もやってました。僕の場合はテンションの上がる BGM を、洋楽を流してテンション上げて、で30分とか1時間とかバーッと片付けるみたいなことやってましたね。で、まあ、人によっては別に洋楽だろうがクラシックでも何でもいいんですけども、まあ、好きなアーティストの音楽をかけながらでもいいですし、なんなら YouTube 動画、好きな人の YouTube 動画をながら聞きで、別に片付け動画じゃなくてもいいので、聞きながら気を紛らわせながら片付けるとかでも全然いいと思います。まあ、一番のおすすめはミニマリスト系の動画だったり片付け系の動画を流しながらやるのが一番はかどるみたいです。いろんな方からコメントいただきますけど、でも別にその片付け動画にこだわる必要はなくて、皆さんが気分が上がればそれでいいので、片付けのモチベーションが上がればそれでいいので、まあ、好きなアーティストだったりとか好きな音楽だったり好きな動画を見ながら聞きながら片付けてみてください。続いて13個目ですね。捨てられない人はこうすれば捨てられる。13個目の対処法は、断捨離お片付けでお小遣い稼ぎをするということです。つまりは不要品をとにかく売りまくりましょうということです。結構ね、物がたくさんある人はそこでお金稼ぎができたりします。僕もおそらく数万円ぐらいは稼げたと思うんですよね、トータル。で、その浮いたお金、売れたお金でまた必要な物を買うでもいいし、家具買うでもいいし、家電買うでもいいし、収納買うでもいいし、人によっては服をもう全部手放して数着だけ服を買ってクローゼットをすっきりさせたっていう方もいますし、まあ、人によっては旅行に出かけたっていう人もいますし、まあ、使い方は人それぞれなんですけども、でも不要なものを売って、売るってことは誰かに使えてもらえるから、まあ、物を捨てる罪悪感は減ります。その上お金が生まれるわけじゃないですか、お小遣いが。そのお金で例えば皆さんがしたいこと、やりたいこと、買いたいものに使う。これだけでも結構片付けのモチベーション、やる気って上がるから、特にね、お金がないっていう人、昔の僕もそうでしたけど、とにかく生活費に当てたいっていうところで売れるものは売ったんですけど、
ぜひ皆さんもね、断捨離片付けでお小遣い稼ぎをしてみてください。結構楽しいです。続いて14個目です。捨てられない人はこうすれば捨てられる。14個目の対処法は、定期的に汚部屋時代を振り返るということです。なぜかというと、たまに汚部屋時代の今よりも物が多かった時のお部屋を振り返るとですね、思い出すと、その時から今に至るまで成長を感じられたりとか、自信がついたりとか、あの時よりはマシだよな、よし頑張るかっていう気持ちになったりとかするんですよ。なのでぜひ皆さんは、もしあれば汚部屋時代の時の写真とか動画見てもらいたいし、もしない方は今の状態のお部屋をパパパッと写真撮ってほしいんですよ。で、それがビフォーアフターのビフォーアの写真ですね。で、1時間とか2時間とか 半日とか片付けてもらって、で、同じ場所を写真撮ってほしいんですよ。意外に片付けってほんとちま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 した作業の繰り返しだから、その当の本人は変化に気づいてないパターンもあるんですね。本当に片付いてんのかなって不安になる時すらあると思います。本当に物が多い方は。で、不安になってモチベーションを下げないためにも、ぜひビフォーアフター両方の写真を撮ってほしいです。なんならノートに記録するとかでもいいです。まあ、一番わかりやすいのは写真とか動画ですかね。インスタグラムに上げてもいいし、動画にして YouTube にアップしてもいいし、まあ、どんな形でもいいので、ぜひ片付け停滞期の方とか、片付けに対するモチベーションが上がらない方は、定期的に汚部屋時代を振り返って、成長した自分、自信をつけてきた自分だったり、頑張ってきた自分を感じてみてください。そして最後ですね、捨てられない人はこうすれば捨てられる。15個目の対処法は、将来やりたいことや辞めたいことを書き出してみるということです。これは片付けの目的にしてみてほしいんですよ。将来皆さんがどんなことやりたいかな、片付けたその先に、環境が整ったその先に、どんなライフスタイルにしたいだろうか、どんなことをやりたいだろうか、ないし今やってることの中でこういうことをやめたいっていうのもあると思うので、ぜひですね、メントレしてみてほしいんですよ。バーッと書き出してみてほしいんですね。私がやりたいこと、やめたいこと、片付けた後何がやりたいだろうか、何をやめたいだろうかっていうのを、とにかく思いつく限り書き出してみてください。で、じっくりそれを眺めた上でですね、必要なことは何だろうか、今日からできること、今月からできることは何だろうかって考えると、やっぱりその一つに出てくるのが片付けだと思います。身の回りを整えること、環境を整えることだと思いますので、そうすると片付けのモチベーションは一気に上がりますよね。私はそのために頑張るんだと、やりたいことをやるために、叶えたい夢を叶えられるために、やめたいことをしっかり着実にやめられるために、私は片付けを頑張ろうって思えるはずですので、ぜひもうやる気ゼロの方とか、ちょっとな、片付けめんどくさくなってきたな、停滞中だな、どうしようかなって悩んでる方はですね、ちょっと一息入れて、片付けからちょっと身を離して、一旦距離を置いて、ノートとペンを取り出してですね、将来やりたいこと、やめたいことを書き出してみてください。で、これもやっぱり定期的にやることがおすすめです。やっぱりその片付けばっかりしてるとですね、捨てることが目的になって、なんかゴールを見失う人とかもいるんですよ。あれ、私、僕何のために捨ててたんだっけみたいな。で、行き先を見失ったまま片付けていくと、大事なものまで手放してしまいます、失ってしまいますので、ぜひそこは気をつけていただきたいです。あくまでゴールを見失わずに、どんな将来的にはライフスタイルが送りたいのか、やりたいことやめたいことを含めてね、そこがゴールであって、で、そのために必要なものと不要なものを見極めなければいけないので、見極めるべきだと思うので、ぜひね、定期的にやってみてください。ということで、今回の動画は以上になりまして、今回の動画では、捨てられない人はこうすれば捨てられる対処法を15個ご紹介させていただきました。ぜひですね、この動画も何回も何回も繰り返し聞きながら、特にやる気が出ない時はこの動画を聞きながら片付けていただければ、少しははかどると思います。モチベーションとかやる気が上がってね。で、少しでも皆さんのお部屋がすっきりできるように、快適なお部屋になるように、片付けを進めてみてください。では最後の最後ですね、今回の動画がすごくためになりました、勉強になりました、片付けがはかどりました、実際片付けてみたらめちゃくちゃスッキリしましたっていう方は、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。